なんだかすごい渋滞ですね。いやー、ギャル曽根ちゃんの人気なんですかね。すごこれはすごい。こんなとこまで渋滞になってる時なんてそうそうないですよ。びっくりしましたね。先ほどからね、まあ、ほとんど進んでいませんね。暮らし楽しい群馬。これはなかなか大変ですね。まあ、皆さんギャル曽根ちゃんの、まあ、トークショーを楽しみにしてるんでしょうね。これは分かりませんけどね。すごい人気なんだね。まあこうなったらもうあと33分くらいしかありません。まあ会場まで歩っていくんで、まあかなりの時間的余裕が必要なんですけど、すごいね。ちょっとこれはよした方がいいかもしれませんね。ちょっとここで U ターンして帰ろうかな。はい。もうね、諦めましたね。これね、前橋公園が、まあ、駐車場目の前にあるんですけど、そこでも同じだと思いますね。すごいね。ですもんね。もう入れてませんね。まあ今さっきのね、ずーっとつながってた駐車場はですね、まあずーっと向こうの河川敷なんですよ。私も一旦一回、まあシャトルバスに乗るんで、まあ利用したことのある駐車場だと思いますけど、またそこに置いてから戻ってきてって言うと、歩って戻ってくるったって。もう時間的に不可能だと思いますよね。まあ一応ピーってやるけど、まあ今さっきの渋滞に。いやー残念でしたね。まあこういうのが縁がないっていうやつなのかもしれませんね。まあそんなにね、まあどうしてもっていうほどのファンじゃないから。いやーすごかったね。久々にあんな渋滞に。まあ、このね、右側はね、官民稲荷神社なんですよ。もう皆さんにね、まあ、紹介済みですけどね。まあ、そちらね、官民稲荷。なかなかいい神社ですよ、これ。いやー。すごいすごい。なんであれなんですかね、臨時駐車場入れないで、まあいましたよね。何か意味があるんですかね、臨時駐車場、広いところを入れないでね。
ういったとこなんですけどね。皆さんは私の動画を隅から隅までご覧になってますか？そこね、すぐそこなんですけどね、まあ、少し狭いところなんですけど、まあ、登っていく感じになってるんですけど、まあ、静か御前のね、まあ、お墓みたいな、まあ、祠みたいな感じになってたね、けど、まあ、そういったものがあるんですよ。ちょっと映しちゃおうかな。まあ、そこですね。あそこの、まあ、駐車場の、カーブミラーみたいな感じになってて、まあ、向こう側に少し間が空いてますよね。まあ、そこのところがね、登っていく縁なんですけど。ここをね、上がっていくとね、静か御前のお墓。そうですね。なかなか本当に静か御前なのかどうかわからないですけどね。はい、それではね、まあ残念ながらね、まあちょっと出かける時間が遅かったっていうこともないんだけどね。ギャル曽根さんのトークショーは幻となりました。ご視聴ありがとうございました。